さてプログラム1番ですが、江戸時代京都から長崎を経て天草を訪れた儒学者頼山陽は、天草灘を見はるかし感動を一辺の漢詩に表しました。ああ天草灘に拍手を、西方美月さんの歌でお届けいたしましょう。どうぞ。光り
太陽の破壊に踊る。